なんか良かったね、知り合いそうな方が。なんかインスタ交換してしまった。うん、いいよいいよ。インスタ使い方もちょっと勉強しよう、いまいち分かってない。じゃあ行こう、トイレ行こう。うん、じゃあトイレあっちだな。どっちのトイレ、もう行こうか。もう3時半で怖いね。うん、そろそろ、まあ、まだ人いるから4時半とか。いやでも分かんない、そろそろ多分そこら辺そうでもしてるから。でもさっきのコミちゃんの旦那さんの人はなんか知り合いっぽかったよね。ようちゃんとか言ってたよね、なんか今、まあね、なんかあーみたいな顔してたから。うん、あんまりみんな多分関わりたくないグループなんでしょう。うん、ボーダーコリーって言った瞬間にバレるという、このバレるというか、いやボーダーコリーあれしかいねえ。あそうか、あセンターバーナーとか。違う、かわいいな。1歳以上の子にやるとかなんとか言ってたよね。いやだからでも0歳だったけどね。なんかフレンドリーなのが気に食わなかったじゃん。怖かったもん。いや怖い、そーっと言ってガッて来たから完全に、あやべやべやべ、これ無理。なんかね、申し訳ないけど完全にあれ油断してた。いやあれね、わかんない俺も。後ろから来られたら無理だよな。ノーリードの人の理論はね、信じちゃダメだよ。いや、可愛いか。いや、そもそも独卵以外でノーリードの人なんか私誰も信用しないって決めてる。あら、大丈夫だって。ご飯じゃないよ。行きたいの？こんにちはするの？こんにちはって。赤ちゃんだから、こんにちはって。うん、ただでも、こんにちはって。いや、まだ3ヶ月、3ヶ月なんだ。出てきたばっかだね。めっちゃ可愛い。でもこんな力あるんだね。すごいです。でも自転車で散歩させてましたからね、お疲れ。すごい、人見綺麗ね、瞳すごい、すごい綺麗、美しい、綺麗、本当綺麗、色も綺麗ね。わめっちゃ触ってみて。あと雪降ると喜ぶよ、雪の中だと。触っていいですか？触る？どうぞ。じゃあね、最初待って、最初ね、まずね、目の前でこうやってさ、こういうさ、つって、あ、ね、ちょっと君さ、いろんなワンちゃんに触ってさ、ねん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 、ほら、かわいいお姉ちゃん、こんにちはしてるよ。匂いかけたい、遊びたいんだから。あ、お姉さんのはやめてくれる？ちょっとね、いやね、ごめんね、なんか行かないね。はい、大丈夫だね。ありがとうございます。あら、バッグ何も入ってないの。ずっとしょうがない。もうでもこれ12歳だから、完全だからおばあちゃんなんですけど。おだいの。うわーいいな。一通りこういうやつした？ね。我が道行くのかな。なな突然の我が道。どうした？どうした本当に。ふかふかに頬まれて幸せ。あれどこ行った、どこ行った、コンタレどこ行った、あいたいた、まがい、まがい、食べ物だけだもん。やばー、うん、美味しいね。食べ物ね、食べ物ね、目出さない。面白いね、君は。目出さないよ、美しいね。あ、ちょっと鼻についてくれないか。全然ね、うん、これからぐんぐんでかくなってきたよ。いいよね。あっという間って、うちちっちゃい時から写真ずっとあるけど、はい、比べるとすごいあっという間に大きくなっちゃう。体重の増えもすごいよね。
みたいね。撮りたいね。撮りたいね。危ない。危ないよ。気に行かないで。撮りたいね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 。撮りたいよね。いい声だね。もう一回泣いて。初めて泣いたね。リスクなった。遊びたいよね。遊びたいよね。あの時も遊びの格好だもんね。遊びたい遊びたい、ね。走りたくて遊びたくて。あの格好そう。これワンちゃん。ね。この、ね、この横ダンスはそうです。うん、遊びたいね。うん、横ダンス。かわいいな。かわいい。遊びたいね。遊んで、お、来た来た来た。遊んでくれる。そこでポップがいくか。いや、これあのマイペースだね。あれ遊びたいね、遊びたいね。プリッてやったぞ。尻尾は上がったね。尻尾は上がったね。遊びたいよね、リードいらないよね。遊びたいね。かわいいな。お年だもんね。お年だよね。もう何歳ですか？今3歳。あ、3歳なの。3歳なんで。こちらこそ、どうもありがとうございます。みんな優しいね。なそこダメだよ、なんかわかんないけど。またこの、ここだ。これね。これ越えられない壁が。越えられない壁が。帰りましょう。ちょっと進んで2歩下がるみたいなことしなす。そろそろはけてきてるんでみんな。うん、ちょっと怖い。うん。あ、右から行こう。ちょっと遅い。もう。あ、やっぱり行きたい。右から行こうよ。右のトイレから行こう。洋式じゃないと無理だ、今。洋式ってあっちあったっけ？ないと下手すと。どうしようか。できればそっちのあっちで。あっちはだってないでしょ、来ないでしょ、たぶんつか、あっちあったっけ、洋式。え、そこの噴水とかわかんないけど、あったっけってわかんない。あっちの方がまだいいかな。じゃあただそっち側来ないと思う。まあ、シナウザーだね、かわいい。有名話ねえ、結構有名だったね。いや、でもそんだけ、だからトラブルが多いってことだよ、ここの。まあね、ね、昔はね。こんにちは。こんにちは。ゆっくりね。すごい。何歳？今3歳。じゃあ同じぐらい。ちょっとで4歳。5月で4歳だから。もう3歳ぐらいだね。かわいい。自分もそれじゃあまだ後ろ足がピンピン探してあげればいいのに、ね、そう簡単には嗅がせてみるよね。ありがとうございます。あ、分かったよ。何これ。お友達に会ったからご褒美くれるよね。お前口の中に草入ってんぞ。ご褒美くれるよねみたいな、いい子してたらご褒美あげるっていうことをやってるんで。
あと名前呼んでアイコンタクトの練習も今してるから、名前呼んでこっちに来て押されたらあげるとかやってみる。いや大丈夫だけど、とりあえずもうマジで尻底、うん、そろそろ喉乾いた。お水か。わりわり、あ、水ある、ここに。わりわりわり、ちょっと俺も飲もう。あ、そう、私も。いや、ずっとコメちゃんと戯れてしまった。いや、あんな夏っぽいコメちゃん早々に出会えないからちょっと嬉しいな。ちなみにさっきの、あの途中までこっちまで来たあのコメちゃん、うん、のお母さんの方、うん、さっきだからほら多分キビキね半分寝てたから聞いてないと思うけど、さっきなんかお母さんちゃんと挨拶してたら、うん、急にガウってやられて噛まれそうになったから。あ、そういう話だった、うん、それでちょっとあの子もあのお母さんも若干トラウマで怖くなっちゃったって言ってたから、あ、それでうちのこのなんかグイグイ太郎が来て平気になったからちょっと安心しましたっつって。なるほど。でもね、多いんだよそういう突然ガーってくるの。ワイちゃん怖いよ。難しいんだよね、だから犬同士の挨拶って、うん、最近さ Twitter のフォロワーさん、うん、なんかチワワとかなんだけど、うん、まあ、犬種もそんなね難しいんだよね、シバとかだったからっていうのもあるんだろうけど、まあ、となんかその挨拶して突然噛まれて大怪我したっていうのを3件ぐらい実はある最近、うん、まあシバとかはほらよく見てれば毛短いから毛立ってるか分かりやすいじゃん。あれ抱っこ、こんちゃん抱っこ、そういうわけでもない、行こう、うん、おちっこ、ママおトイレ行きたい。あれダビッドソンだよこれ。ホップ、これ抱っこだこれ。あ、来た。えよ。来たよーみたいな顔して。あ、お前疲れてんな。足ちょっと来てるよポップ。あんだけ散々いろんなワンちゃん。ちょっとこれ疲れてる感じする足。なんかわかる最近そういうの。疲れてんなお前。さ、そんな動いてないけどさ、ワンちゃんといっぱいさ、うん、交流してるから。うん。これ綺麗だね。綺麗。雨撮りたくなるよ写真。綺麗だね。これなんだっけ？梅じゃない。梅か。白梅？桜？じゃあな。見えねえ。この木の名前はパネルをめくってください。めくって？失礼。梅。あ、梅。信号しなきゃいけないじゃん。ね。きれいに咲いてるね、新とこの神社も。うめえ。こんなに今日雲にやっていいのかしらっていうぐらい雲に。ね、よかったね。ただお前疲れてるな。わかるよ。もうお前はいいや、今日。そうか、今度ティカちゃんに会ったら、ここの公園を教えてあげてもいいかも。あの、いろんな性格の子いるじゃん。うん。おしとやかな子から。うん。そういうことをさ、ちょっとずつ交流していけばティアラちゃん少しは治るかもね。まあいいや、もう帰ろう。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。あ、もう足疲れてる、足疲れてるな、お前ポップ。お前もう歩けないんだろ。これも歩かしたらダメだよ、疲労骨折するかもしれないっていうぐらい疲れてる。今大した歩いてるけどな。いやでも結構戯れで、まあね、体力使うもんね。そう、おう、うん。うさぎ？え、嘘。うさぎちゃんだ。あ、本当だ。かわいい。犬いるから寄れねえのか、うさぎ。何しちゃう。うさぎだ。うさぎ？いや、うさぎじゃない。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。え、うさぎ、うさぎ、うさぎ、かわいいな。うさぎしか言語力なくなってる。うさぎ犬。うさぎ犬です、うなぎ犬だ。え、うさぎかわいい、かわいい。うなぎ犬だわ、もう。え、かわいい。犬いるとちょっと寄れないけどさ。多分そうなんです。初回に出てバガボンに食われるうなぎ犬くん。ちょっと待って、ちょっと待ってて。一旦持ってて。おやつ出してるのあるから、それさ急に隠しとくからさ。あ、いいよいいよ、無理俺この状態で無理だよ。
ベッド。あ、ちょっと至難の技する。タンキピーフだ。待ってるから。さっさと行ってきちゃった。これどう食ってごまかす。行入ってるね。あ、どうぞ。ここにいようじゃ。もうちょっと近くで。わかんないけど。あ、ちょっと待って、もう動かないでね。うん。っていうか、もう行こう。ガチで。そろそろ。水道その辺だから。あ、さっきあったのに、あっちにあるじゃん。あっちか。兄のだけ。洗う？うん。なんかもう一回今トイレ行ったらどんな気しそうだったかな。かわいい、かわいすぎる。ウサギタン、ウサギ最強だよね。かわいいな。凍結してるんだ。あ、ちょっと待って、別に思ったとき、これで濡らしたらいいだけや。あ、今出ないね。じゃあこの人で濡らしたらいいだけだった。出る下の方出ないんじゃないこれ。ああ、そういうことか。うん、そうしようかと。別にわざわざ。あ、ちょっと待って。でねえや、ニトリ行きますか。使えるのかな、ニトリの。よいしょ、OK。 じゃあ行きましょう。かわいいな、ポンジが。こんだけ行ったのにポンちゃんの写真に何も撮ってない。いや、キリ動画またキリ猫。怖いんだよね、ここと渡るの。動物かな、ここ。でも、多分なんだけど、まだ明るくて人多いから多分5時頃だと思う、本当に来るの。わかんないよ。てか、そもそも来れないんじゃねえの。
いや、それは何とも言えないよ。私はなんかあんまり、とりあえずあんまり取りたくないけど、右の方行こっか。怖いんで。右から来るんだよ。じゃあまっすぐ行くか。どっちだろう。遠くから見えてるね。まあ全然わかりやすいから。ゆうちゃんの、ゆうちゃんの、まあ編集しただけでみんながあーって言う瞬間のあれが。あーってそんな。かわいい。かわいい。かわいい。かわいすぎて。みんなかわいいかわいいしか言わないんだけど。めっちゃかわいい。全然力なくなるやん。どうしようか、どっちが早い。ああ、右でしょうね。右か。インカウントしませんよ。大丈夫、私運がいいかな。抜けられないんだよここな。やっぱリトリバーって頭いいし優しい性格だから、小竹に対しても優しいね、接し方は。どうぞみたいな、うん、まあね、盲導犬として育てられる頃もなくてさ。ドキッとする自分が。右から行こうね、さすがに。早く行きたい。抜けたいというか、ニトリ行きたい。で、この運、ここでさ、運よくチャコちゃんに会えないかなとか思っちゃうよね。まあ、あんま来てないのかもしれないな、もしかしたら。まあ。下手すると、あの子もあの子でトラウマできちゃったって話だし。まあ、奇跡的に会えればいいんだけど。いや、あの時奇跡的に会えたね。まあ、もう来られないのかと思います。あの後どうしたのか心配でしたって言われたし、そら心配するよなって。うちも同じ立場だったらすげえ心配してたもんね、眼前で。あれはみんなに恐怖の映像を植え付けたんだけど、まあね、この子がまだね、怪我をしてなくて今も元気で生きてるから言える話だけどね。まあ、ただあの惨劇を見て悔い改めろよお前ら全員という気持ちはあった、正直。ドクロ以外で話すんじゃねえよっていう。要は命綱ですからね、今日リードっていうのは。命綱でもあって、それこそ本当にその辺歩いてる子供噛んだら最悪だからね。そこまで頭いかないんですよね、バカいんですよ。そう。あ、本当にまたね。どうか。上げた方がいい。ね。でも、全部積んだら上げられるよ。どうしようか、右行っちゃうこと。あ、右か。うん。当たっちゃう。あ、まあいいか。斉藤さんの。はい。まあ、いけないんだ、ここの信号の構造上。感じ悪いよね、うん、まあ、でもマジでタッチ、両手にタッチしてきた時に体重何も感じなくてびっくりした、うん、わーってこんな、ぐらいの軽さ当たったなって思った。あー重い、ちょっと手が痛い。ちょっとめちゃんだ、ちょっとめちゃん、あちゃー、かわいい。ちょっとめちゃんだね、かめちゃん。俺僕のおててちゃんがやばいんだけど。あ、いけ。ちょっと、あ、私これ持ってあげるんで、私が。でも多分それ半分疲れてる顔でも。なんでお前なんですか、お前よくわかんないけど可愛いよ。私の後はポップを取ろう、
人がいるからちょっと確かに永遠にコフの動画撮れるわ画面ですから大丈夫、後ろからも来てないから大丈夫完全にこう、あ愛犬撮ってるなみたいな感じでこれ、ね、顔はどうなってる？え、虚無の顔し、え、耳だって耳ペソしんじゃん、お前ひどい話だよ、耳ペソが、あ、なんか、あれで、うんこ？違う違う違う、うんこじゃない、なんでうんこって、うんこすんだろ、あ、ここペイペイ使うんだ、でもやってない16時だよね、土日が16時25パーフのペイペイやばい、みんなやっぱインスタなのか、大体はやっぱ大人の人はみんなインスタなんだな、まあね、まあ、そうだね、ツイッターだってツイッター確かにゴミってキッズ向けだよね、あれね、キッズ、まあ高校生、いや、いろんな意味でキッズ向けじゃん、うちはツイッターの方が楽だからツイッターやってるけど、ちょっとインスタもうちょっと頑張ろうじゃん、使い方わかんない、 QR コードがあったことすら知らなかった、ジャムスタジアム、あ、ニュージー城芝アートスタジアムでジャムっていうの、ジャムジャムじゃないの、あったな、ジャムジャム、うっせーな、ねえ、で、だいたいね、その1個上の声優が半額で飯食ってね、あ、筑波さん行きてーよ登り天じゃわしゃ、筑波山に登るとなんか本当に心が浄化されるというか、どうすんだろう少年は、横断歩道は歩くねえ、どいしょくねえみたいな感じだ、あれやっていつならチンってやんないことになるわ、やんないでたまに子供そういうさ痛いことするじゃん、ずるってやってじゃあ、あの車は止まるでしょうか、あ、止まるでしょう、止まんなかったら、まあでも街は止まんねえよ、いや、お子様連れで止まらないで相当な、うん、あ、逆光だからワンコが白飛びする、こんちゃん、だーかわいい、こっち向いた、もう死にそう、あれおめえじゃねえ、あれはい、向いたよ、あ、ほら、大山綺麗だね、ほらうずんだ、あ、うずったじわーってするんだよ、大山ポップのチン山は玉山が2つある、あ、玉山行きてえな、じゃあどうしたの、なんかピーピー言ってるよ、違う、どうしたの、なんか痛い、違う、あなたが、いや違う、なんか違う、これなんか訴えてる、いやいや、これなんか置いてかれると思ってる、なぜか、ヒュー、あー、そういうことするから、でも明日はコフお留守番だよ、あ、そっか、あー、行きたくねーな、一人か、もう明日虚無の顔でやってよ、また明日ストレスを感じながらやるんだろうな、きっと、仕事はもう一応はやってるんだ、本当にこもるのやめてくんねえかなって、つうか、このタイムにこもるって何なの、分かったや、じゃあ、そろそろ